ピンでリリーフ、2年生3人組ユニットシェルブルーでテクラーボキューティーハニーメドレー、女の子6人組ユニットアーティーで中森明菜メドレー、1年生尾崎一子で愛のためのお歌をお送りいたしました。皆さんこんにちは。ここから私たち芸能塾のステージでお楽しみください。ここで少し芸能塾のご紹介をいたします。私たち芸能塾は地方の地域のお祭りや慰問などのイベントにボランティア活動として参加しています。そんな私たちの先輩には皆さんもご存知の演歌のスター氷川きよしさん、昨年アイビリーグでデビューした彩香さん、同じく昨年平尾正明先生プロデュースで全国デビューした一平彩香さんなど、夢に近づき頑張っている先輩方がございます。私たちも先輩方に忘れていけるように頑張っていきたいと思います。申し遅れましたが、今回司会を務めさせていただきます、原楓と森口香織です。皆さん最後まで楽しんでてください。さあどんどんステージを進めていきましょう。続きましては、ノルウェー出身の3年生の女の子宮原まりで、お母さんとのオリジナル曲をみたいな弾き語りでお届けいたします。彼女のかっこいいミュージックワールドをお楽しみください。Goodbye.
Thank you.
から来た演歌歌手を目指してやってきた辻馬で大阪進め、そして2歳の頃から演歌一筋の3年生永田幸男で、卒業生氷川きよしさんの浅草パラダイス、きよしのずっとこぶし、こちらは途中からバックのダンサーにもご注目ください。次に男の子女の子の2人組ユニットアフェクトボイスでキープホーリングホールディングユー、2人の息の合った歌声をお聴きください。そして3年生3人組ユニットスイートハーツでオールディーズメドレーです。それでは皆さんお楽しみください。I'm sorry.
ち雨に濡れても花が散る咲いた花ならいつか散る同じさだけの恋の Thank you.
りました。今年もまた試行錯誤を繰り返し練習を積んできた私たち芸能塾のメイングループキャンディーポップでヒットソングメドレーをお届けいたします。それでは参りましょう。キャンディーポップ2006ミキ、ミズキ、シスカ、シカイ、ミキ、ミク、アヤナ、サト、エナ、ミチコ、ヒューイゴー。
つなぎの時をお送りいたします。